ミサヤマさん、今回はですね、ダンベルのレビューをしていただきました。EGS の3キロダンベルですね。私もね、ダンベル使ってるんですけども、ファイティングロードの。それからね、水を入れるダンベルがあるんですよ。またダイソーなんですけども、ちょっと、ここに持ってきてはないんですけども、水を入れて 500g のダンベルができるよっていうのがね、2つありまして、それを使ってこうやってる時はありますよね。ただやっぱり 500g だと私なんてね、ちょっと物足りなくって、少なくとも 2kg とかね、やっぱり 3kg、5kg ぐらいはいるかなと思ってます。ということで、リストバンドをね、5kg の腕につけて、3kg か、3kg の腕につけて、こうシャドーボクシングをしたり、それから5kg のものをね、足につけて山登りをしたりっていうことをやっておりました。結構ね、カロリーの消費激しいんですけども、やっぱりね、そのリストバンドを足につけると、結構足が向けちゃうんですよね。靴下の上からやるんですけども、5kg ともなると本当にね、ずしりずしりって感じなんですよ。うん。で、最初は5kg っていうのは全然動けなかったんで、最初はね、3kg のをやってしばらく慣れてから5kg にしたわけですけども、やっぱりね、5kg ともなるとちょっと負荷が大きすぎるんで、まあ3kg前後がいいのかなっていう印象ですね。5kg になるとやっぱりもっともっとね、マッチョになってからでいいかなと思いました。私のね、この体重80数キロ、それから身長180センチのこの体格でしたら、3kg ぐらいの足のリストバンド、それから腕のリストバンドは、まあ3kg じゃなくても、まあ、1キロぐらいでもいいかなってことですよね。本当軽い負荷をずっとかけてるっていう状態がいいんですよね、きっとね。まあ、ですので今回のダンベルレビューなんですけども、3キロっていうことになると、かなり追い込むようにはできてないと思いますけども、しっかりと回数をこなすことでね、効果が出るのかなと思います。ということでちょっとね、今日はミスター M さんに質問させていただきたいんですけども、3キロのダンベルも使うと思いますし、10キロ台のダンベルも使うと思うんですけども、そのやっぱり効果、狙いっていうのはどこにあるのかなってことなんですよ。軽いダンベルは回数をやることによってどういう筋肉をつけるかなっていうのもあるかもしれませんし、重いダンベルっていうのは例えばね、こう10回ぐらいでネガティブトレーニングみたいな、こういうふうにね、ものすごくこう なんかの効果があるのかなと思うんですよ。なんて言いますかね、だから3キロ台のダンベルとやっぱり10キロ台のダンベル、何かね、筋肉の効果に期待するものが違うと思うんですよ。その辺も解説してあげるとありがたいかなと思います。重さによってどんなトレーニングの違いがあるのかなってことですよね。以上でございます。ありがとうございます。